なんかパジェロのちっちゃいのが出るみたいですね。なんか、こんにちは、即位しました。なんか雑誌に、なんか記事にあったんですけども、パジェロ2025年あたりにパジェロの後継者、まあといっても企画が軽かなんかのちっちゃい企画で5ドアの、まあ、ドア数で何かしらパジェロの三菱から出るらしい。で、あれなんだっけ、でデリカミニの基本のなんていうの、機構、機械のシステムを使ってパジェロミニかなんかを作るらしい。なんか予想の画像出てましたよね。あれかっこいいですね。デリカミニもいいんですけども、デリカミニね、すげえかっこいい、かっこいい。で、機械的には興味あるんだけども、ちょっとブルドッグだしと思って、どうもねって思ったんですけども、パジェロミニかな、わかんない、名前はですね、確かパジェロあって、パジェロジュニア、パジェロイオ、パジェロミニ、なんか3つあったような気がするんだけども、あれどうだったかな、パジェロジュニア、パジェロジュニアが K かな、でパジェロイオが 1.8 かな、確かパジェロミニはなかったのかな。というわけで、今の今回のデリカミニになどらえて、パジェロミニ各箇所的なものが、なんか予想の CG の画像はすごくかっこいいですね。はい、まあ、あくまで予想なんで、ね、2025年に出るかもしれないと。最近なんか三菱でっかい、なんだろう、なんていうんだあれ、なんていうか名前忘れたけども、でかい車も出しますよね。最近三菱の四駆すげえなと思って、で、何だかのどっかの記事で見たんですけども、ヤリス、GR ヤリスの四駆の開発部隊が、実はなんか三菱から来てるとか、三菱から引き抜いたとか、なんか引き抜いたとか、なんかいろいろ、まあ気持ちはわかると。三菱で思って、おまんま食い逃げになったから、僕はいい仕事ねえかと。で、トヨタの GR 部隊が引き取ったと。で、なんかいい四駆を作ってると。だから、要はライボの DNA を引き継いでるのが GR ヤリスと、GR シリーズと、社長だったらやりかねないことだよね。というわけで、で、あれでしょ、で、三菱に残ったデリカを作った開発部隊がそのままデリカミニを作ったんでしょ。で、今度パジェロも復活させるかと。んだよね、パジェロもぜひとも復活してほしいんですよね。パジェロジュニア K でか、200万かで、フルタイム4個が興味あるね、専用タイヤ興味はある、非常に興味ある。もう人も乗れねえし、燃費悪いんだけども、ゴリゴリの4駆と、あれいいんじゃねえか。で、ラダーフレームではなくてモノコックじゃねえかと。モノコックっていいような気がする。ラダーである必要はそこまでのものを求めていいの。とりあえずゴリゴリの4駆が欲しい、手頃な4駆ね。燃費は悪いんだけどね、軽だけど燃費が悪いって。で、ターボだけど重いから走らないって、今時の車だったら、まあ、CVT がなんかでうまいこと燃費稼ぐんだろうとか。で、雪降ったらフルタイム4駆でゴリゴリにこういうヤブをこいでくれるのは頼もしいですよね。軽でね、税金安いし。ああ、パジェロミニが名前は言わねえけども、あれはいいな、ちょっと刺さるね。性癖が刺さる。もう WRV のことは忘れましたよね。あれもいいんだけども、
あれもいいんだけど、もう買ってしょうがねえし、やっぱ4駆だよねっていう感じで。も、まあ、ロッキーさんも頑張ってますよ。ロッキーがロッキーなりに生活用品買ってますよ。すげえ頑張ってますよ。これでもどうにかこうにかやぶこいてるもん。へっちゃらへっちゃら、ほらこういうとこね、スコンとスコンと